でだ。もういやなるな。ここまでだ。もう嫌なるな。ここまでだ。なぜかあまり嬉しくはない。
向かう気か。たかが巨人の小娘ごときが。そうだよ、僕は戦うことが嫌いな一人ぼっちの巨人の女の子だった。僕は生まれ変わったんだ。私を湖から引き離し、魔力の供給を断つつもりだな。させんぞ。七つの大罪、エリザベス、エレインやホーク、何より僕を守り続けてくれたキング、ディアンナ、くだらんざれ言を。我に勝てる理由になどならんわ。魔人王の目も節穴みたいね。ディアンヌは自分がどうなろうと他人の心配ができるかよ。そういうやつを怒らせるのが一番怖いんだぜ。エリザベス団長、僕は巨人族の女王、ドロール様に託された仲間の未来のためにも絶対負けられない。もっと負けられない理由があるんだ。僕の夢はキングの。おいキング、女に全部言わせる気かよ。ディアンヌ、すぐにでも魔人王をやっつけたらオイラと結婚しよう。これより我ら七つの大罪、魔人王討伐のミッションを開始する。バカな、湖は消失した。なんだここは。ここは墓場さ。魔法の湖の供給は完全に断ち切った。もう魔力の回復はできねえ。それとたった今貴様にとっての秘宝が一つ追加されたぞ。何？証拠だ。
失礼。失礼。基礎庫内の我が息子とは別次元であろう。だが痛みだけだ。貴様の一撃からは何の思いも感じぬ。わけのわからぬ妄言を浮かすな。それでも確実に魔人王はダメージを負ってるよ。問題は時間だろ。